こんにちは、ケア協詳細解説のお時間です。今日ご紹介するのは介護事業経営概況調査というのをご紹介したいと思います。厚生労働省が昨年の12月27日にですね、2019年度の介護事業経営概況調査というのを公表いたしました。でそんなデータ、自分にはなかなか関係ないかなというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、この調査結果をもとにして介護報酬というところのルールが決まりまして、最終的に皆さんの働いてらっしゃる事業所であるとかの、経営の状況ですね、にも響いてきますし、その先には皆さんのお給料であるとか、そうしたところにも関係してきますので、ぜひ注目していただければというふうに思います。でまたですね、次例えばどんな施設で働こうかなというふうに考えていらっしゃる方に関しても、施設のタイプを検討していただく上で大事なデータになると思いますので、ぜひ確認してみてください。こちらが概況調査の概要でございます。こうした形で発表されていまして、令和元年度介護事業経営概況調査結果の概要と、こちらですね、各介護サービスにおける収支率というのが出ています。イメージで言うと、利益率というふうに読み替えていただいて大丈夫かと思います。調査の数字が出ているんですけども、読み取り方でいうと、左上の介護老人福祉施設徳陽さんですねでいうと、29年度2017年の計算でいうと利益率が 1.7% ぐらいあると。で翌年、30年度に関しては 1.8% というところで、対29年度の増減、1年間の比較でいうと 0.1% 利益率が、収支率が改善しているというふうな読み取り方になります。で同じような形でいろんな施設に対してこの収支率が出ています。全体でいうと右下になりまして、全サービス平均、平成29年度でいうと 3.9% で、30年度は 3.1% というところで、1年間の変化で言えばマイナス 0.8% というところで利益が出づらくなっているという状況でございます。全体で言うと、平均すると 2-3% ではあるんですけども、黒字という状況になっていると。で、サービス別に見てみても、基本的にはどのサービスにおいても軒並み黒字を確保できているかなという状況でございまして、ただサービス別で見てみると14種類で収益利益率が低下しているという状況になっています。で一説には、人手不足によって人件費が上がってきているというところで、そこが経営に影響を与えているのかなというような状況になっています。で施設のタイプ別ざっと見てみると、左上が施設系になっていて、左下が居宅系のサービス、右側青いところが地域密着系というところのサービスになっていまして、ざっとご覧いただくと、施設系の黄色い部分のサービスに関してはそんなに収支率が良くないなと。で、居宅系の緑色の部分のサービスが、ある程度真ん中ぐらいで、右側の地域密着型のサービス、こちらに関しては比較的収支率が、いいところが多いなというような印象でございまして、おそらくここの収支率というところに関しても、国が推進していきたいなというふうに考えているサービスに関しては、比較的利益が出やすいような状況になっていて、そうしたところへの参入を国としても促進をしようとしていると。逆に黒字幅が少ないところ、こうしたところで国の方針が現れているかなと。国としてはある程度参入を抑制したいというような、そうした意思が現れているかなというところです。本当に国の意思が反映されているのかなと、こうした数字に反映されるのかというふうに思われる方がいらっしゃるかもしれないんですが、時系列で見てみるとより分かりやすくなりますので、こちらをご覧いただければというふうに思います。こちらのデータが主要なところですね、介護老人福祉施設特養で、老健で、訪問介護、通所介護というところの一般的に代表的なところをピックアップをしています。で過去の該当調査であるとか実態調査というところで、数字取りうる範囲で、取らせていただいています。でこちらがグラフになるんですけども、ざっと言うと特養、老健、通所介護に関しては2007年8年ぐらいが結構経営の利益率としては低くて、2010年11年12年ぐらいであると結構比較的利益率がかなりいい状況になっていると。で逆にそこで結構儲かったので、国としては抑制の方向性というところで13、14、15とこういうところで徐々に下がっていってるかなというのが見て取れます。で一方で、国として、おそらく力を入れたいんだろうなと
というふうに考えうる、まあ、訪問介護に関しては徐々に就職率がこの10年15年というところで、まあ、上がってきている上げてきていると、こうした形で、まあ、国としても報酬改定をして儲かりやすいところは抑制して、まあ、参入も抑制する、一方でちょっと儲かってないところで国としてもより増やしていきたいというところに関しては就職率介護報酬を、まあ、厚めに、お金を出すことによって、まあ、利益率とも上昇するし、でそれによって既存の事業所さんも安定経営ができるし、まあ、新たに新規参入も促していこうというような、まあ、そうした意思が見て取れるかなというところになっています。こうした形で国の意思も現れていますので、ぜひ職場選びの参考にこうしたデータを見てもらえたらなというふうに思います。まあ、細かく見出すと結構キリがないので、どちらかというとまあこういったタイプいいかなというふうに思った時に、まあ、一応利益率って全体でいうとどんな感じになってるのかなと、まあ、一応ちゃんと儲かってるのかなというふうに見てもらえたらいいのかなというふうに思います。あとこうした形で非常に大事な介護報酬を検討する上での、まあ、非常に基礎となる大事なデータではあるんですけども、有効回答率が 48% という状況になっていまして、半数以上の介護事業所に関してはデータが反映されていないという状況になっています。ですのでもしかするとこうした数字に対して本当にそんな平均するとどこの施設も黒字なのかというふうに違和感感じられる方も多いかと思うんですけども、半分以上の事業所さんが回答していないという状況ですので、正しくデータを収集して、把握をして適切な報酬改定を図っていただくということのためにも、いろんな事業所さんで、少し手間ではあると思うんですけども、回答をいただいて適切な報酬改定に生かしていくということをしていっていただけたらなというふうに思っています。本日は以上でございます。引き続きよろしくお願いいたします。さよなら。